皆さんこんにちは、イムランです。いつも英語英会話一日一言ご覧いただきありがとうございます。今日は Let's do Q1088 is I'm going to go take a leak. I'm going to go take a leak. これはどういう意味でしょう？3秒考えてください。OK、では答えです。答えはちょっとトイレ行ってきますです。 OK、ちょっとトイレ行ってきます。このですね、 I'm going to go take a leak. I'm going to go take a leak. Take a leak. あ、これ K ですね。 Take a leak というのが、まあ、leak は、例えば、the floor leak. The ceiling's leaking.まあいいけど、何でもいいですね。OK。Leak は漏れるですね。天井がこう漏れてるっていうんですか。天井、雨漏りしてる。いや。その漏れてるっていうのが leak ですね。よくこう、情報を漏らす。leak するってありますね。あれも leak です。この leak ですね。OK。さあ、まあ漏らすなので、ちょっと漏らしてきます。漏らしてきますってわけじゃないですけどね。まあそうですね。まあ、感じでもう漏らしてきますっていう感じです。take a leak。関西の方はですね、多分、すぐ、ピンとくるというか理解できると思います。OK? 関西の人もよくちびる使いますね。この前も元モデルの大阪の方がいて、トイレ行くときちびりそうみたいな感じで、ちょっとちびりそうだからみたいな感じで、おお、わお、使うんだと思って、都市伝説だと思ってたんですね。大阪の方はこうトイレ行くときちびるっていう言葉をこう活用するというの、本当に使うんだと思って。なので、まあ、それに近いものがある感じですね。いや、ただまあ、スラングというか、砕けた表現で、まあ、よく普通に使うので、ぜひ、皆さんもお使いください。大体男性が多いですかね。I'm gonna take a leak. I'm gonna go take a leak. 女性も使うんですかね。ちょっとはっきり、わかんない。あんまり女性の知り合いいないんですよ。友達いないんで、女性との接点がないんで、わからないです。入りますか。いい、入ってください。そうですか、はい、ちょうど今いいとこだったんですか。 あ、そうですか。終わりました。ちょっと今、take a leak。 お、終わった、終わった。まだ途中なんですか。途中です。あ、すいません、申し訳ない。 I'm sorry、 OK、 はい、じゃあ、後ほど。はい、後ほど。 OK、so I'm gonna take a leak。 ぜひ、I'm gonna go take a leak。 トイレ行ってくるですね。覚えておいてください。多分女性は、まあ、前大学の時は I'm gonna go pee。I'm gonna go pee は聞きましたね。I'm gonna go pee。 大学生だからいいかなっていう感じと、あとまあ友達同士で、友達の輪の中だったらいいのかなと思いますけども、まあでもたまにドラマとかでも普通の大人の女性も使ってますね。まあでも一番いいのは I need to use the ladies room。 I'm going to the ladies room がよろしい方と思い遊ばせます。 OK? OK! そしてですね、あ、leak。これ、間違えないでください。L-L-E-K だと、ネギになります。Okay? ネギ。なので、まあ、あまり間違えないと思いますけど、じゃあ、leak はネギだということを覚えておいてください。Okay? So, まあ、特に男性の方は使いますね。男性の方、マック行ったりすると思うんですけども、お友達とかマック行って、あ、ちょっと催してきたなっていう時に、I'm gonna go take a leak とおっしゃってください。Okay?外国人のお友達がいる方もぜひ使ってください。そうすると、oh, Wow, your English is natural! と驚かれます。OK? まあ中にはですね、その外国人で、こう、お堅い外国人ももちろんいらっしゃいます。そういう方は、いやいや、それは使わない方がいいよって言ってくるんですけども、まあ自分は友達と話すときに使ってたりするんですよ。OK? なので、まあ、建前上ですね、そういう先生は、いや、それは使わない方がいい。I'm going to the restroom の方がいいよって言ってくると思うんですけども、まあ言わせといてください。OK? そして、もっと仲が良くなって、ある日彼が自分のアメリカ人の友達、外国人の友達に I'm gonna go take a leak と言ってたら、とっ捕まえてください。OK? 使ってるじゃないかよって。なので、ぜひ、まあどんな感じかっていうと、皆さんが例えば、日本語の先生、なったとして、生徒の外国人がこうすごいカジュアルな表現、例えば「マジムカつきますよね」みたいなことを言ったりしたら「いやいや、マジとかはねあんまり使わない方がいいよ、もう本当に怒っちゃった」とか
プンプンしちゃったとか、そっちの方がいいよって多分教えると思うと思います。OK? それと同じですね。なんかこう、正しいというか、綺麗な英語を教えたくなってしまうんですね。で、私たちの場合は、まあもちろん綺麗な英語もそうなんですけども、それよりももっと使う英語を覚えていただきたいので、こういうのもセットでお教えしてます。OK? なので、覚えておいて使ってください。OK? Alright! So!そんな感じでよろしいでしょうかね。OK。I'm gonna. で、これも gonna。gonna やっていきましょう。gonna, gonna, gonna, gonna。gonna。gonna ですね。gonna。これもですね、going to って書いてあっても、なんか gonna って読んじゃうんですね。I'm gonna go take a leak。お父さんのやつと一緒ですね。OK。なので、これも、両方で覚えておいてください。そして、使い分けるといいですね。OK。OK。Anyway, thank you very much for watching. I'll see you in my next video lesson. Alright, take care. Bye.